年収103万円の壁の見直しについて、山口知事は今日の会見で、見直し自体には賛成とした一方、保険や年金の問題も含め、幅広く議論すべきとの考えを示しました。103万円でその働くのを控えてしまうっていうのは、すごくそれは課題だっていうのはよくわかります。できる限り働いて、それが自分のところの手取りになってっていう世界を広げていく、しかも物価も何もすべて、賃金も上がっているということであれば、それがシステムとしてスライドするということについては、私は賛成です。いわゆる103万円の壁は、年収が103万円を超えた場合に、所得税の支払いが発生するもので、国民民主党が見直しを求めています。県によりますと、所得税の課税対象となる金額を178万円に引き上げた場合、県の税収は年間72億円減少する見込みだということです。山口知事は今日の会見で、税収の減少についてとんでもなく大きな額で予算上組み立てられないとした上で、減収だけで議論してほしくない、保険や年金の問題も含め公共が果たすべき役割を考えてほしいとの認識を示しました。